はい、皆さんどうもこんにちは、ヨナと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、桜姫の方でね、遊んでいきたいと思います。まあ厳密に言うと天水の桜姫で、あ、長いから勝手に桜姫って略してるけど、それで言うとさ、ゲーム進めてもらった時もさ、桜姫って言ってたからさ、天水のって知らなかったんだよね、最初。で、天水のって見た時に漢字が読めなくて、最初、なんだこれやって、心の奥底かもと思って、なんか天と本みたいな感じで一個一個で言うと読めるけど、そうなんか合わせた時に何て読むかが分かんなくて、まあそのままもあればちょっと変わった読み方になったりとかあるじゃないか、漢字って。で、まあもともとそういう言葉がごめんあるんだったら、新風にちょっと知らなかったから分かんなくて、うんってなったもんね。まあ、その結果勝手にもう桜姫呼びだよ。まあまあ間違ってるよ、それはそうだよな。だってちゃんと天水の桜姫っていう名前があるんだから。今ふと思い出したわ、多分前回も前々回ぐらい、だから今いつからか分かんない、最初は多分ね、一番最初の一本目はね、天水の桜姫って言ってたはずなんだよ。もう二本目以降から怪しいからね。楽だからっていう理由だけで完全に桜姫呼びな可能性めっちゃあるな。わざとじゃ、わざとじゃないというか、なんて言ったらいいんだろうな、難しいな、日本語って。え、なんで当たんないの今さ、絶対当たってたよな、おかしくね、なぜだ。しかもこいつなんか HP 増えた。待て、貴様、お前、回復機能あんの、ちょっと習ってないんだけど。待て、倒せてないね。なぜだ。でもたまにあるよね、なんかちょっとさ、敵をさ、倒してる時にさ、ちょっとさ、遠いところとか移動してさ、そいつがさ、戻ってきたりとかしたらさ、HP 元に戻ってるみたいな。そういうこと結構やばいぞ。そう、これね、前回にあれだったんだよ、途中までしか行けなかったから、今回こそはクリアしたいよな。今度今のところ比較的順調、あ、いや、順調かなって言おうと思ったけど、秒で、うえ、これあれじゃね、もしかしてさ、この間の岩と一緒でさ、あれなんじゃね、多分ぶつけたら、そうだよな、ほら、来たけどさ、これさ、さっきのさ、クルクルクルンパーンみたいなやつ、技あるじゃん、あれをさ、出すときにさ、A ボタンからなんか出してると思うんだけど、多分まあそれはいいわ。けどさ、なんか動きながら A 押すじゃん、そしたらなんかね、別の技になっちゃうんだよね。だからこれね、操作変えた方がいいなと思いながら、めんどくさいからそのまま生きてるけど、たまにね、出したい技出せないからね、結構ね、困る時あるんだよな、悩むんだよ結局。なんかそれこそ方向キーを倒してない状態でも、なんかこのゲーム上で言うとまだ走ってんのが残ってるから、多分もうそのなんていう、横スティック押してんのと同じ判定になるのかな。まあ詳しいことわかんないけど、その結果さ、あ、そうか、2個か、2個しか取れなかったんだ。うわー、ということは多分さっきみたいな感じで探検してったら1個増えてだね。はいはい、できますよ、大丈夫かな、いけるか。うわ、なんか下がさ、深いのかさ、どうかがさ、高いなんて分かんないけど、そこが見えないからさ、よく分かんないんだよ。確実に当てたいから、ちょっと一回待ってみたけど、大正解だと危ねえ。なんでこいつ、こういうのと合意できないんだよ。いいじゃん、もう追い打ちかけようぜ。そっちの方が、ね、楽だもん。これ、ラックダメージってあんの、敵って。こっちは多分なさそうじゃん、今のところ。あんのかな、もうなんか、ギリギリ大丈夫な高さしか落ちたことないんだって、あれだけど、マップ的ないか、そういうのは。それもそれでありがたいの、落下ダメージあったらさ、たまにまあまあな時あるもんね。それとかちょっと怖いけどね、普通にいける？あ、大丈夫だ。オッケー。そうそう、この技。わあ、結構多いな敵。やべえな、どうしようかな。違う、本当はさ、パーンでさ、飛んでさ、ゴロゴロってやろうかと思ったけどさ、この緑色のゲージがあるかどうか分かんなかったんだよね今。早くやられてくれ。けどまあもうちょいだ。オッケー、ナイス、来るよね、うすうす思ってたよ、どうせ来るんだろうなって。うんだよ、あっち行けよ、今我々忙しいんだよな、あっち行け、帰れ、落とし敵いっぱい。あ、やばい、今の当たってねえの、正直な話絶対当たったと思い込んでたわ。なんでだ貴様たち、いける、いける、あ、やばい、全然当たんねえな貴様、貴様マジか、そんなことある。いけた、あ、オーケーオーケーオーケー、ケーナイス、やばい、気をつけるんだ、おー、いやマジで一回ガチ頼むって本当にやられるってどう、いけた、いけた、
やばい。けどよかったよね、動きがあんまり速くなくて。めっちゃその動き速かった、やばいもんね。オッケー、やばい。こいつ倒したのかと思ってた。倒してねえのかよ。オッケー、ナイス。これでいけるようになるんだね。これさ、上行ったらさ、そのまま、なんていう、元の場所に戻るの。マップのさ、構成がさ、まだよく分かってないからさ、これをこう進みましたら、この結果どこに行きますみたいなのが、よく分かんないんだよな。けど、やっと中入れるね。わー、どんな感じなんだろう。最深部だからね。なんで、行き止まりか。何もないではないか。ないね。あ、なんか、ないとか、いるね。クソデカオークみたいなやつけど、なんじゃこいつ。こいつは大物じゃ、だろうな。マジか。お、やるか。存分にかかってくるかよ。いや、全然よくないね。かかってきちゃダメなんだよね。やばいね。ちょっと待て、ちょっと待て。やばい、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 やばい。こいつをさ、倒すのに時間かかりすぎちゃってるからな。やべえな。まあでも、とりあえずもう倒すしかないな。けど、これのいいところは、敵を吹っ飛ばしたら、こいつに当たるから、なんか、もともと倒してる、まあ、このなんか小さいやつも攻撃できるし、でかいやつも攻撃できるから、まあ、それで言うとね、まあ 一石二鳥ではないけど、どっちもな攻撃できるからな、まあ、いいっちゃいいけどな。やべえな、どうしようかな。あ、いいですね。もうやべえ、あ、ちょっと邪魔っすね。やばい。はい。ちょっと敵多くね、普通に。向こうの。そんな出てくんねや。いいよ、そんな出てこなくて。こっちも困っちゃうよ、そんないっぱい出てこない。やばい、そこは。やばい、やばい、やばい、やばい。これさ、もうさ、飛ばしてさ、とにかくさ、どっちもまとめて倒そうとしてるけどさ、よくないね。ピンチすぎるな、これマジでさ、回復する方法ってないの？この、わかる。姫をなんとかして、自然治癒以外ってさ、なんかないの？直し方って。なんだろうな、例えばアイテム使うとかさ、なんか物食うとかあるじゃん。そういうのってない？今の当たってないのきつい、マジで。マジで当たった。は？え？なんでだ？今なんかドロップキックされたみたいな判定だったってこと？いや、それはずるじゃない？普通に。あとあれ、こっちの攻撃だべ。もう一回？これもう一回見んの？いや、いい、いい、さっき見た、さっき見た。これ、高速か。あ、お前の動き高速になんないの？消費の展開なんだが。あ、この文字だけだね、速くなるの、それで言うと。あ、そういうことか。まあでも、やべ、さっきよりは感覚が強い。え、これさ、今気づいたけどさ、このさ、でかいやつじゃないやついるじゃん。こうさぎとかさ、オウムとか、まあ、え、ね、なんで今当たってないの？意味がわからん。なんでだ、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 なんでだ。え、絶対さ、当たってるね。え、ずるじゃね？え、ずるじゃね？全然理解できないんだから。ちょ待って待って、無理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 。さっきさ、一応見たからさ、どんな感じでバトルのか。だからさっきよりさ、前るんじゃねって言おうと思ったんだよ。全然前ないんですけど、すいません。え、だってさ、攻撃さ、当たってないもんね、全然。え、意味がわからない。2回目は若干ちょっと届いてなさそう、リーチがちょっとって思ったけどさ、え、1回目さ、だってさ、ちょっとさ、微調整したもんね、場所わざわざ。危ない、これさっきやられちゃったから。やばいやばいやばい、危ない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 。普通にめっちゃ、場所が、やばいね、マジで。どうしよう。いや、けどこれめっちゃきちいね。やり直したいな。どうやってやり直すの？やり直すみたいな機能ないの？やばいな。けどこれで勝てたら、まあ胸やってはあるけど。は？それ当たんの？いや、ギリ足りてないだろ、リーチ。ちょっと待って、これやばい、勝たないかもしんない。ちょっともう慣れてきてる、シンプルに。これやばいやばいやばい。いや、桜姫引退の危機。やばい。でもね、このように、3度目の正直っていう言葉があるから。あ、長押しね。あ、分かったわ。なんか押したら勝手に速くなるのかと思ってた。あ、そういうことね。気づいた。これさ、もうさ、敵にさ、当ててさ、倒そうとしてたけどさ、そっちよりさ、もう確実にさ、弱いやつというかさ、まあボスじゃないやつ倒した方がいいのかな。今日さ、ボスじゃないやつ倒してもさ、出てくるような、結局んとこ。けどさ、あんまさ、ダメージ入らないんだよな、結局。何が一番いいんだろう、倒し方って。無理さない？だって明らかにさ、弱いよな。だって当てた時ってさ、60ぐらいさっき上出てたじゃん。それで言うとやっぱ当てる。だって今とかも96とか出てるわけじゃん。だからこれ全部一桁だべ。やばいね、一桁。あー、悩むなー。何が正解だよ、さっきなんで右側行けなかったんだろう。やべえなぁ。どうしようかなぁ。あ、今の判定がなんか謎だな。なんかいいのかダメなのか、なんか優しいのか優しくないのか。
え、HP 半分ぐらい持って帰ったんだから何にやられてるの。ちょっと待って、わかんなかった。やばいやばいやばい。ピンチすぎる、ピンチすぎる。普通にめっちゃピンチすぎる。無理で普通に。だってさ、今さ、3回やってさ、3回ともさ、HP さ、半分超えてないから、普通。マジか。ちょっと待ってくれよ。ちょっと、マジか。結構判定気味な、ガバか気味かよくわかんねえな。やばいね、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。なんだ？あー、やばいやばいやばい。ピンチすぎた。あともう一回なんか当たったらもう絶対終わりだもん。そう、なんていう、攻撃の種類関係なく、あと一回なんか当たったら終わりだぞ。いや、これマジでやばい。なんか回復する方法が欲しい。シンプルに。なんかおにぎりとかないの？やばいな、これマジで。やばい、頼む頼む、無理。やだ、嫌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 だ。もうやりたくない、マジで。もう早く倒したい。そんななんか、もうずっとここ行きたくない。もうやだよ。もう早くやられてくれ。マジか、ちょ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 、マジ、多い、多い、多い。敵が多い、敵が多い。何にやられた？え、何にやられた今。え、これに関しては私なんでやられたのか全くわかんないんだから、もうダメだ、終わろう、やめよう、引退だ、これダメだ。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。